あ、いいと思いますよ。すごいスッキリした。つなが細くなって細くなって、なんかあのね、はい、実は何プレゼントがあります。これちょっと見てて待っててね。あ、ちょっとさっき作ったからあれなんだけどさ、うち見ないでね。うん、今日なんか何の日だっけ。健康診断もらうから。あ、太ってる。え、ちんちゃ。え、お、すごい。こんな。笑わないで。え、すごい。おー、マジで。すごいか。ほら、俺言ったやん、一発だって。すごい。あ、すごいか。いや、めっちゃ嬉しいやんな、これは。おめでとう。泣かないで、いいことだよ。いいよ、ゆうこ。すごい。やっぱでもすごいでしょ、2日後から分かった。そうそうそう、あのね、皆さん超おもろいのあるけどね、一応妊娠したいから、まあその夜ゆかがなんか妊娠しようってなって、なんかうちらそうやって始めて、そんな経てないんですね、1日2日だけ、うん、でもなんかいるって言ったりして、もう生まれるって。お前すごいでしょ。うわ、うん、ないわいわよ、俺エギ、俺エギがエギルがちゃんと妊娠。え、いつやったのこれ。今日すんちゃんに絶対バレないようにやりたいから、すんちゃんお客さん取りに行った時にそれをやって何分か待って、うん、うっすら出てて、と思って、でもさ、早いって言ってすごいはっきり出ててさ、うん、びっくりしていうか、一人でどういう気分でした。いかは、なんか不思議だった、うん、なんでも、なんで俺明日こういう日に言われるの。すごいね、あなた。どう、いや、もうどうしよう。赤ちゃんできるんだ。こんな、ゆかはこんな笑うと思う。なんで、いいことじゃん。まあそうだけど、いや、本当に子供欲しくてさ、うん、いやいや、おめでとうございます、本当に頑張りました。大丈夫、大丈夫、大丈夫、もうこれから本当にゆかの野営になるね、俺。決定。いやいや、もうちょっとなんかね、なんか、いつも同じね。いや。そっかそっか、すごい。これ見るの初めてだから。じゃあ、今日わかったやんな、これ。うん。おめでとうございます。泣きましたね、うん、ゆかちゃん。一人でびっくりしなかった？びっくりしたよ。どうなった？大丈夫ね、なんか、うん、へってなったよ。何があっても俺はゆかのこと好きだから、何でもいいよ、うん、あ、健康に生まれたらそれはベストだし、うん、ね、すごい嬉しいね、これは。どういう気持ち。いや、早く、いや、あと1年待つのもね。いや、1年じゃないよ、10月。でも、もうスタートしてるからね。でも、ちゃんと変えたからね、あの、ちゃんみんな。でもこれ後で子供が見るかな。まあいいよね。そう、見るよ、見る。こういう若いお母さん、お父さんがこんなにここで頑張ったよって。どうだろう、この動画をね、いつあげれるかわかんないけど、そう、うん、安全になるまでかなって感じはするけど。そう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 、あとゆかがこう、あのゆかのお腹か、ゆかの本当に、おっぱい、子供かわかんないぐらい時。どうする、ふみちゃん、本当にすごいよ、うちらって。可愛くない？可愛い、可愛い、これ可愛いね、これ記念で、あの、そう、でもこっちおしっこあるから、ね、あ、すごいね。だからゆかお風呂入んないでさ、まだ待ってたんだ。そうだよ、えらい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 、夢みたいね、これは本当に。いやー、いやー、ゆうかが妊娠しちゃった。どうしよう、ちょっといろいろ勉強しよう。皆さん、はい、
いろいろ教えてください。おめでとうございます。本当に大切にしてあげる。これからよか、ありがとう。絶対もう見えるからね。なんでなんかしたら、私はもう一人じゃないからねって言ってこうやって私いてくるわとかね、絶対気をつけなきゃね、ゆかちゃんもな、これから、うん、じゃあ、うちらはこうやって今日19年4月30日にもう確認して子供ができましたって分かりました。で、いい子供を産むために頑張ります。はいよ、ありがとうね、ゆかちゃん頑張りました。バイバイ、明日検査頑張ってね、すんちゃん。はい。